クッシュ。皆さんこんにちは、加藤です。今回はですね、加藤ジャクソンオリジナル T シャツがですね届きましたんで、こちらをですね着ていきたいなと思います。で、これはスズリの方でですね、売ってるんで、欲しい人はね、ぜひ買ってほしいんですけど、そことは別のところで買ってるんで、ボディとかも全然違うんで、あんまり参考にならないかもしれないです。はい。でね、今回ちょっと長袖をね、買ってみたんですけど、これはウェイストの、アルバムね、ウェイストのロゴが、入ったやつ。グレーの上にね、白ですなんで分かりづらいんですけど、ちょっと着てみようかな。サイズ、L サイズで、結構このボディが、薄っぺらい感じですね。L でも結構ちっちゃいな。はい、こんな感じね。ちょっとね、カメラだとより分かりづらいかもしれないですけど、はい、こんな感じですね。スズリだったら他の色もね、選べるんで、僕はたまたまっていうか、このグレーが好きなんで、グレーにしたっていうだけですね。ウェイストですね。はい、次、よいしょ、もう一枚ですね。こっちです。次のアルバムですね。ウェイストが結構うるさいんで、うるさいっていうか、やかましい曲が多いんで、寝るときにね、良さそうなね、曲を集めた、グッドスリープドージングっていうアルバム今作ってますんで、それのロゴをですね、胸ポケットの位置っていうのかな、に入れてやつを、吸ってみました。これも、スズリで買います。さっきも言いましたけど、ボディは多分違う、ボディは全然違いますからね。ちっちゃいな、これ。L なのに。やばいな、これ。L でちっちゃいぞ、これ。はい、ます、ね。違うところで買ったんであれですけど。フットスリープドーズ。こんな感じですね。動画撮るときにね、これ着て撮ると思うんで、これから結構見ること増えると思いますけど、あとね、キャップもね、作ろうと思ってるんですけどね。はい、そんな感じでね、今回以上です。クッシュ。